ハローエブリワン、どうもこんにちは。2020年秋ということでですね、読書の秋ということで、今日は本の紹介をしていきたいなと思います。今日紹介するのは、メンタリスト DAIGO さんの本、僕が持ってるやつ全て紹介していきます。DAIGO さんってすごいんですよ。1日に10冊本を読むと。単純計算して、1日10冊だけで年間で3600冊ぐらいじゃないですか。もっと読んでるんですけど、でそのすごい知識量の DAIGO さんが、僕ら一般人に本で分かりやすく、ね、要点だけ教えてくれるんですよね。読まないわけにはいかないじゃないですか。ということでですね、読書の秋でまだ何も本読んでないって方は、ね、ぜひ DAIGO さんの本、これだけ読んだら間違いないですってことで紹介していきます。まず1冊目はこちら、超集中力。やっぱりね、何か仕事をするにしても集中力が高い方がパフォーマンス生産性が高まるじゃないですか。その時に、どういう場所であったら集中力が高まるのかとか、瞑想したらいいよとか、どんなものを食べたらいいのかとか、疲れのリセットの仕方とかね、役立つことばかり書いてるんで、科学的な研究データを元に紹介してくれてるんで、集中力高めたい方、ぜひ読んでみてください。で、2冊目がこちら、週40時間の自由を作る超時間術。やっぱりね、時間って誰もが平等じゃないですか、1日24時間。でも、うまく使えてない人多いと思うんですよ。で、よくね、口癖で時間ない、時間ないっていう人もたくさん呼ばれると思うんですよ。僕もそうなんですけど、でも絶対に作れるじゃないですか。で、その作り方っていうのを教えてくれる本なんで、やっぱりね、単純、普通に考えて、人生の時間が、自由に使える時間が増えるってだけで、確実に幸せに向かうと思いませんか？ということでね、これ、絶対読んだら役に立つと思うんで、読んでみてください。で、次に、こちら、超健康法、最高のパフォーマンスを実現する超健康法。やっぱりね、健康って大事じゃないですか。やっぱりね、お年寄り、年を取ってくると、なんか健康を気にする人めちゃくちゃ多いじゃないですか。運動したり、やっぱりそれだけね、健康っていうのは人が生きていく以上絶対意識しないといけないことなんですよね。これをね、もう今この瞬間から気をつけることで、人生をトータルで見ると確実に幸せになるじゃないですか。ということでですね、これはね、ストレスの耐性方法であったり、夜どういうふうな、寝る前に何をしたらいいのかとか、トレーニング、運動をこれぐらいしたらいいですよとかね、すごく健康で、これはね、その運動をどれぐらいしたらいいとか、どんな食べ物が体にいいとかね、ダイエットの仕方とか、そういう健康的な生活を実現できる方法をたくさん書いてるので、ぜひおすすめです。で、次がこちら、超選択術。やっぱりね、人生って何か選ぶ時って多いと思うんですよ。趣味にしても、仕事にしても、学校にしても、恋人選びにしても、やっぱ選ぶ時ってあるじゃないですか。その時にね、どうやったら後悔しない選び方をできるのか、それの科学的な研究データをもとに、後悔しない選択の方法っていうのをね、DAIGO さんが科学的な研究をもとにね、紹介してくれてるんで、ね、今なんか悩んでるっていう方はね、恋人と別れようか、付き合おうか、結婚しようか、結婚しまいかとか、仕事を辞めようか、辞めまいかとか、起業しようかとか、知らないかとか、ね、やっぱり悩んでる方たくさんいると思うんですけど、その方、ぜひ読んでみてください。すごくおすすめです。で、次にこちら、超勉強法。これはね、特に、社会人の方でも学生の方でも、やっぱり勉強って常にし続けないといけないじゃないですか。その時に、科学的な、一番いい勉強の方法、要はその頭に勉強が身につきやすい方法っていうのを DAIGO さんが、ね、紹介してくれてるんですよ。もうとんでもない知識を1日に10冊読んで、すごい、頭のいい DAIGO さんの勉強法を真似しないわけがないじゃないですか。なんでね、今資格の勉強してるとか、もし学生の方でね、大学受験とか、中学受験、大学受験とか高校受験をやっておられる方はね、ぜひとも読んでみてください。すごいいいです。で、次こちら、突破力。無理な限界を突破するための心理学ということなんですけど、やっぱりね、人である以上、なんか特に男の人とかそうだと思うんですけど、なんか一皮むけたいじゃないですか。なんか出世したいというか、今の現状を打破したいと。で、その時にやっぱりどうしてもその苦しいところとか難しいところもあるっていう人いるかもしれないですけど、そういう時、人にこそね、なんか読んでもらいたい本なんですよ。要はその今の現状を変えたい、何か一段階上、二段階上、もっと上行きたいっていう人はね、ちょっと読んでみてもいいんじゃないでしょうか。すごくその精神論とかじゃなくて、科学的な実験データからその一段階上に行けるようなことが持ってるんでね、おすすめです。で、次にこちら、ポジティブチェンジ。これはね、やっぱり人の人生を変えると、大悟さんも昔はそのいじめられっ子だったらしいんです。でも、ある時に自分を変えようと思って、もうひたすら努力して、そこまですごく流れたんですけど、その人生の変え方ですよね。要はその人生が劇的に変わる7つのスイッチっていうのが、大悟さんがここで紹介されてて、それが言葉、時間、友人、環境、物、食事、外見とかなんですよ。そういうのとかね、すごく役立つんで、ね、おすすめです。で、次はこちら、超客観力。これはね、客観的に見ると、やっぱり人って、客観的に見て自分はどうなのかっていうのを自分で把握しておくのも大事なんですよ。よく Google がね、Google がこの能力っていうのをすごくその求めてて、知的謙遜って言って自分はまだまだだと。Google ですら、Google って言ったらもう検索したら何でも出てくると思うじゃないですか。要はその、Google
ってやっぱり検索エンジンなんでね、何でも知ってると思うじゃないですか、 Google 先生。でもあの Google ですら世界の 99% 以上のことは知らないと、知らないことの方が多いんですよね。だからね、人なんでね、全部知ってるわけないんですよっていうことをやっぱりしっかりと分かってるか、客観的にそれをそういう能力があるかっていうこととか、まあ、他にもね、自分を知るっていう上でこの本ちょっと読んでみてもいいんじゃないでしょうか。で次は私が倒れない計画術。やっぱりね、計画って、まあ、立てると思うんですけど、なかなか思い通りにいかないっていう人いると思うんですよ。その時はね、やっぱりでもそういう人におすすめの計画の立て方っていうのがあってね、そんななかなか計画が進まないっていう方は一度読んでみてください。で次はこちらです。ベッドの上の心理学。まあ、これはね、大悟さん大好き。大悟さんこういう系大好きなんですよ。まあ、これは、まあ、男であっても女であっても必ず役に立つ時が来るというか、まあ、今幸せにつながると、これをね、身につくと人生の幸福につながると思うんでね、興味ある方というかね、ほぼ全ての人ぜひ読んでみてください。まあ、次はこちら、超習慣術。やっぱりね、うまくいく人ってそのやるべきことを習慣にしてるんですよ。例えばその東大生とかでも、東京大学とか受かる人っていうのは高校の時に勉強が習慣になってたと思うんですよ。歯磨くレベルで勉強するみたいな。それと同じで仕事とかでも、まあ仕事をやるのがもう歯磨くレベルにまで持ち込んだら、まあ、すごくうまくいくとか、そんな考えなんでね、ちょっとすごく参考になる本なんで、ね、読んでみてください。で次がこちらです。心理戦略。これめっちゃ良かったです。まあ、要はその人がどういう仕草をしたら何を考えてるのかとか、そういう、例えばね、その人間関係でも、まあ、仕事でも恋愛でも、やっぱり心理戦略、心理戦って必要じゃないですか。相手が何を思ってるのかなとか、そういう時にね、メンタリストである DAIGO さんのもう心理学の本領発揮、これはね、絶対買った方がいいんじゃないかと思います。すごくおすすめです。で、次はこちら、究極のマインドフルネスっていう本なんですけど、まあ、マインドフルネスっていうのは、まあ、今を大事にする生き方というかね、集中力を高める、まあ、ことなんですよね。まず姿勢を正して5秒6秒で息を吸うんですよね、はって。で、横隔膜が上がる感覚を持つと。で、その後6秒かけてゆっくり入っていくっていうのを、まあ、大体6数セット1分ぐらい繰り返したりすることで集中力が高まるんですよっていう方法をね、ちょっと紹介してくれてて、 DAIGO さん自身これを使ってストレスが減ったり、すごく仕事のパフォーマンス生産性が上がったって言ってるんで、ただ単に仕事の生産性を上げたいっていう方は、ね、これはぜひ読んでもらえたらいい冊となってます。ちなみにマインドフルネスっていうのは Google とか Amazon とか、あのスティーブ・ジョブズもすごくおすすめで進めている、世界中の頭のいい人が全員進めているんでね、ちょっとこれは読んでみた方がいいと思います。で次にこちらです。片付けの心理学。やっぱりね、ちょっと心機一転片付けしたいっていう時あるじゃないですか。でもなかなか捨てられないって時あるでしょ。そういう時にね、どうやったら捨てれるのか、何から捨てていけばいいのかっていう本なんで、ね、ぜひちょっとね、気分転換したい、捨てたいっていう人はこれ買ってみてください。で次はこちら、面接官の心を操る無敵の就職心理戦略っていう本なんですけど、まあ、DAIGO さんはやっぱりメンタリストだから人の心理を読むのがうまいですね。その DAIGO さんが面接でどうすればうまくいくのかっていうことをね、まあ、教えてくれてるんですよね。まあね、今からなんか面接を受けるっていう人はね、ぜひ読んでおいてもいいんじゃないでしょうか。やっぱり DAIGO さんはちょっと一味違うんです。その辺の就活本とかと全然違いますよ、これは。で次はこちらです。先延ばしする人は早死にする。まあ、要はその僕ら生きてでもやっぱりね、先延ばしにしちゃう時あるじゃないですか。なんか仕事にしても勉強にしてもあれ明日やろうとか、結局やらないって、そうなってしまうと結局何も進まないっていう人多いと思うんですよ。そういう人にもさ、ぜひちょっと読んでもらいたいですね。はい、ぜひ読んでみてください。まあ、なかなか物事をできないっていう人はね、ちょっとおすすめです。そして次こちら、好きを金に変える心理学。まあ今はやっぱりね、 YouTube とか、 なんか自分でそのミュージシャンとかでも自分でなんか起業したいっていう方、自分の好きなことでお金を稼ぎたいっていう人が多いと思うんですよ。そういう人は絶対読んだ方がいいと思います。DAIGO さんはある意味好きなことで仕事してるじゃないですか。仕事を、本を書いたり、DAIGO さん自身本が読むのが好きだと。で、まあ、心理学を学ぶのが好きだと。で、それをまあ発信してお金、すごい大金を得てるわけですよね。まあ、そういう実際実績のある方から、こういうね、自分の好きなことをお金にしたいな、まあ、副業でも何でもやりたいなと思ってる方は、ね、ちょっとぜひ読んでほしい一冊となってます。で次はこちら。秒で見抜くスナップジャッジメント。まあ、これはね、人を見かけで判断するということなんですけど、まあ、要はその人って、まあ、一人一人見た目とか違うじゃないですか。で、外見で判断、人の性格を判断する方法っていうのがあるんですよね。例えば、SNS のプロフィール。あのプロフィールでいろんなことが分かって、例えばね、あまり加工されてないプロフィールを使ってる人っていうのは、まあ、誠実性が高いであったり、グループ、一人じゃなくて、他の人と写ってる写真をしてる、持ってる人っていうのはね、まあ、社交性が高いっていうことが分かったりね。まあ、そんな感じの本なんでね、ちょっと役立つことたくさんあるので、ぜひ読んでみてください。で次はこちら、人を操る禁断の文章術。まあ、これはね、やっぱり文章って、
まあ、YouTube にしても、仕事で文章を書くこと多いと思うんですけど、やっぱり人に感動を与える文章の書き方っていうのがあるんですよ。DAIGO さん自身もこんだけたくさんの本を書いてて、めちゃくちゃ売れてるわけじゃないですか。そこに売れるコツっていうのがあって、やっぱり、ね、文章を書く仕事をしている人とか、ぜひ読んでもらえたら一冊となってるんで、おすすめです。で、次はこちら。記録の力、人生を変える記録の力っていう本なんですけど、要はメモの取り方とか、そういうノートの取り方の本なんですけど、やっぱりすごい人っていうのはみんなメモしてるんですよね。例えばアインシュタインとかレオナルド・ダ・ヴィンチなんて常にメモ帳を持ち歩いてて常に書いてたんですよ。で、そうすることによって頭の量って変えられてるじゃないですか、要は脳みその量。で、その覚えるっていう作業を神にやらすと、で、自分は覚えるんじゃなくて考えるとかいう作業に費やすことができるんですよ。まあ、それぐらいね、頭のいい人っていうのは絶対にもうメモ帳を手放さず記録し続けてるんでね。これはちょっと、まあ、仕事のパフォーマンス上げたいとか、頭良くなりたいという方はね、絶対読んだ方がいい一冊となってます。で、次はこちら、ポジティブワード。まあ、これはね、まあ、いろんな、偉人の名言とか、ポジティブな言葉を並べてくれてるんです。例えば、人のせいにするのはやめて自分の人生を生きようとか、諦める前にもう一度だけ挑戦してみようとかね、そういうポジティブな、一歩前に踏み出すような勇気をもらえる言葉が載ってるんでね、ぜひ元気出したいという方、なんか挑戦したいという人は、読んでみてもいいんじゃないでしょうか。で、次はこちら、人間関係をリセットして自由になる心理学というこちらなんですが、やっぱりね、会社とか学校とかでも人間関係苦しいっていう人も多いと思うんですよ。例えば嫌な飲み会にとか、上司かどうのとか、なんか周りに気を使って自分の思ったこと言えないとかね、そういうなんか息苦しさを感じている人にこそね、なんかちょっと読んでもらいたい一冊で、どういうアクションを取れば自分の、まあ、要はその、まあ、人間関係って周りに気を使いすぎたら自分がしんどくなるっていう面もあると思うんですよね。そういうどうしてもしんどいとか、まあ、ちょっと辛いなと思う方は、ね、ぜひちょっと読んでもらいたい一冊となっています。次はこちら、超人脈術。まあ、要はその人脈というかね、そのまあ人間関係のテクニックですよね。どういう人と付き合うべきなのかとか、友達はどれぐらいいいのかとか、そのどういう自分のタイプがこんなんだったら、どんなタイプの人と付き合ったら、なんか相乗効果が生まれていいのかとか、いろんなことをね、載ってるんでね、人間関係で悩んでる方とか、ぜひちょっと読んでみてください。まあ、こんな感じでした。まあ、こんな感じです。やっぱりメンタリスト DAIGO さんの本っていうのはね、すごく、その研究データを元に書いてる本で、DAIGO さん自身もすごく多い知識の中から僕ら一般人に分かりやすく説明してくれてるんで、ね、コスパがもいいと思うんでね、この読書の秋にぜひたくさん読んでみてください。そんな感じです。これらの本は私の動画下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。あとですね、チャンネル登録がまだの方がいたらチャンネル登録ぜひしていただけるとすごく嬉しいです。このチャンネルでは他にも、ね、役立つ情報とかたくさん面白い情報とか発信していきたいなと思ってるんで、お願いします。あともう一つ重要なお知らせがありまして、高評価のボタンをね、ポチッと押していただけるとすごく嬉しいです。その高評価のボタンを押していただけると、この動画の評価が上がって、急上昇に乗りやすくなったり、他の人の関連動画として紹介されやすくなって、他のたくさんの人に見てもらいやすくなる確率が高くなります。そこでね、ぜひね、すごく高評価のボタンをね、押してくれるとすごく嬉しいです。ぜひ皆さん、その2秒間だけ特に時間ください。本当にお願いします。ところで、そんな感じでした。最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあな。